ワレヘムは、ベルギーのウェストイコールフランデレン州に位置する自治体。ワーレヘム、ワレゲムとも表記される。コルトレークとヘントカンのレーガワ渓谷に築かれた。コルトレーク行政区に属し、ベーフェレン、デッセルヘム、シントエロイスファイフェ、ワレヘムの4町からなる。 44.34平方キロメートルに2006年1月1日現在で35,852人が暮らしており、人口密度は809平方キロメートル。森林が広がる、この地域には古代ローマ成立以前から連営側に沿って人が定住していた。その証拠として、この地域では、道家やガロローマ文化の遺物が出土している。また、 シントエロイス・ファイフェは、ローマ街道のカッセル・トンゲレンセンと、バベ・アウデンブルフ線が交差する交通の要衝に、あった。聖、エロイス・ファイフェ教会10世紀、ワレヘムの大部分は、ヘントの聖ピーター修道院の所領となったが、10世紀終わりには、フランドル・ハクボードアン4世が、コルトレークへの前進基地とした。11世紀には、フューダリズムのもと、 デンデルモンデやトゥルネーの地主によって土地が分割されていった。その頃、ワレフェムの住民は、フランドル県の他の地域と、同じく百姓、宝石港、オリアなどで構成されていた。13世紀の税務書類から、当時強固な経済基盤を要していたことがわかっている。1635年に独自に市場を開ける権利を得ようと格索したこともあったが、 近隣の町の反対にあった。しかし、1784年に新生ローマ皇帝、ヨーゼフ2世は、土曜市を開くことを許した。中世の土地の所有構造の大部分は、町の人口が4500人に達する18世紀の終わりまで変わらなかった。コルトレークヘント間に主要道が開通すると、ワレヘムには、馬車用の馬屋が建てられた。 フランス革命はこの地に厳しい宗教の制限を生む。一方、近代的な行政構造と政治的自立をもたらした。旧来の戦維業は19世紀中に衰退したが、霊川を利用した天の水運は20世紀に入っても続いた。ワレヘムが公式に都市のタイトルを得たのは2000年1月1日のことであった。フランドル地域アメリカ人墓地記念碑。 エミール・クラウスが1905年に描いた絵画、星草の山が描かれている。ありがとうございます。